ギャラリーやられてて、はい、当然作家さんたくさん抱えてて、それは先芸能プロダクションみたいな話だったりしてて、はい、事務所でいろんなタレント揃えてるってことだと思ってて、はい、はい、その、まあ、それぞれ最初出会いがあって、はい、気に入られて、はい、うちでやらないかって思ってて、どういった場面で例えば映画っていうか小山さんどういった作品を作家さんを気に入られるのか、そういう作風の好みであるとか、作風の好みはね、まあ、うち僕の周りにも友達でギャラリーの人いっぱいいて、うちのビルにもね、何軒だ、4軒ぐらいギャラリーがあったりするんだけど、全部作家の好みって違うんですね。だからまあそれは一概には、僕のことから言うと、まずあっちもすごい当たり前なんだけど、作品がビジュアル的にイメージとか、その作品のその技術とか、そのイメージとか面白いっていうのは一番大事なことですよね。面白い。だからそれは自分にとって興味があるっていうことなんですけど、それはまあなんだろうね。すごい難しいね。それでね、僕はね、基本的にそのこういうふうに言えばいいのかな。じゃあ僕絵描きじゃないじゃない。だから、決まった好きな色が好きとかさ、こういう構図が好きとかさ、そういうことは全然ないわけですよ。で、例えばアーティストがいたとして、全部違う思想を持ってて、右翼だろうが左翼だろうが分かんないけど、その人たちが、僕にとって一番大事なのは、その人たちが自分たちが思ってる、こういうことを実現したい、こういうことを書いてみたいって思ってることがあるとするじゃない。そうするとその人たちがそれをこういろんな角度から批判的にですね、考えてそれを作品化するっていう時に、その真剣度みたいなものっていうのが、伝わって、それでそれがですね、技術的にもクリアされて、それから、色とか、あとはまあ歴史的なこともまあ考える人もいるし、直感的な人ももちろんいると思うんだけど、そういう形でもってクリアされてる人で、そのできた作品が、基本的にギャラリー、僕らはその思想を、ある一つの思想をやってるわけじゃなくて、いろんなアーティストの人たちがやってるいろんな、考え方っていうものをがいい状態で作品として出てるものをいい状態で飾るっていうのが基本的に僕のやりたいことなんだよね。だからその本当に全然違う、考え方を持ってるアーティストでもうちのギャラリーにいたりするわけですよね。その 美っていうものに関して、例えば、俺は美っていうものはこういうもんだって考えることは全然しなくて、アーティストそれぞれにその面白さがあると思ってるから、どちらかというと、そこでどんなものがいい、だからその基本的には技術があるとかさ、色がちゃんと塗れてるとかさ、素材の扱いがちゃんとうまいとかさ、そういったことがあったりするけど、そういった非常に基本的なことだけで、あとはその、本当にこううまい下手っていうのもセンス万別だったりするからさ、下手ってっていうふうに思う、俺うちでやってるアーティストのことを下手だって思う人もいるし、うまいって思う人もいたりするからさ、それは何とも言えない。だからさっき言ったような、作品がもし自分にとって興味があって、それが作品作家と会ってみて、その作家の人が何を考えて、っていうのを話したりするじゃない。そんでその人がある意味でこうなんか美術バカみたいなのいるじゃない。美術のことばっかし考えてるような人じゃなくて、どちらかというといろんなことを考えてその美術っていうものに行き着いてる人ですね。で、美術っていうメディアが、なぜ、自分にとって大事なのかっていうのを、ちゃんと、理解してる人の方が良、かったりするんだよね。やっぱしその僕芸大行ったんだけど、その時には、やっぱし油絵科のやつらでも、音楽ばっかしやってるやつらとか、まあ映画やってるやつらとか、いろんなメディアってあるじゃない。でそれじゃなくって、やっぱり美術だと自分の表せるものが表せて、自分のしたいことがその美術っていうメディアと一致してるっていうことが、分かってる人の方がやっぱし良かったりするよね。だからそのためにこう結構いろいろ話したりして、あとはその美術だけじゃなくって、その美術が大事だっていうことを分かるためには、いろんなものを見なくちゃいけなかったりするじゃない。そういった意味で対いろんなものを見て、対極的に美術っていうものを理解してるっていう人の方が結構面白かったりする可能性はあったりします。何とも言えませんけど、今実験中です、すいません。はい、先ほどデザインをアーカイブです
作品を、ああ、うん、映画館でありました。私すごく興味あったんですけど、してよ、特に、いや、して、誰かに、誰かしてもらうの困る。それはその、まあ、この先5年くらいで現地で、いやー、そう、早くしないとね、もう大変なんだよ、うん、え、2ヶ月ぐらい前に、ある学会で同じような話をしてました。いや、これね、本当に早くやるんで、この間菊竹先生とかってもう、やっぱもう限界だもん。で、日本のが流出してるっていうのは、あ、そうそう、もうコンピューターとかみんな来てね、買ってっからね。今、今度レム・クールハウスっていうそのオランダの建築の人が、もう出たのかな。あれ間違った俺、名前。ちょっと待ってね。黒川紀章とかのやってた、あの、なんとかイズム、なんだっけ、あの、運動はなんつうんだっけ。ちょっと待って、メタボリズムの本をレム・クールハウスっていうのが作ったの知ってる？作ってるんですよ、このくらいでっかい本。そのためにこう黒川さんにインタビュー、もうずっと前からやってるから、黒川さんにインタビューして菊竹さんに会ったりして、このくらいでっかい本を作ってるんですよ。だからそれは英語でもまず出るんだけど、そういったことっていうのもやっぱし日本だとなかなかできなかったりするし、でそういうのはもう、そういうのが出たらさ、みんな欲しいわけよ。もう菊竹先生のところの事務所に行くと、こういうあの建築に使われたパーツとかもポッと置いてあったりするわけ、外に。そういうのとかいいと思うんだよね。そういうのを日本でね、なんとか買ってったら、あの瀬島さんのとこなんかにしても、すごいバカでかい模型を作るんですよ、サナって。それはね、あのこう棚とかに入れてたんだけど、もうでかいから、あの1年に1回ぐらいね、全部捨てるんですよ。捨てるの。もちろんボロボロなもんなんですけども、それってのは一つのこう労働の集積がですね、そこに固まってるもんなんですね。切ったり貼ったり切ったり貼ったりして、そういったものっていうのは非常に大事なもん。僕らも一回展示した時に、これは本当に面白いと思うんですけど、そういったのはね、なんとかしないとね、ダメだな。私の仕事感とかダメになったからさ、ああいうところにこう少なくともそのストックルームとして入れとくとかさ、そういう風にしとかないと本当にダメになっちゃうんですよ。それはね、こうなんとかした方が本当にいいと思うんだよね。ご自身に動かれたり、動かれたり、そのこの間の展覧会やって、そういうところでまあいろいろこうカタログを作ったりして、そういうのやったりしてはいるんだけど、まあそれやっぱしもうなんだけど、あの近隣の人とかね、そういった人がちゃんと考えて、あの始めていった方が多分いいと思うんだね。だけど近隣じゃ無理だな。ステーションで東京駅のギャラリーで安藤さん、そうですか、安藤さん、ああいうのがもっとたくさん、そうなんだ、そうなんだ。安藤さんなんかもどうなっていくのか分かんないよね。だから安藤さんの資料っていうのとか、図面とか写真とか模型とか、そういったもの、建築の場合すごい大きいからさ、どうなっていっちゃうか分かんないんだよね。それをなんとか誰かやってほしいなと思います。僕らだけど本当美術だから、ちょっとジャンルは違うんだけど、これは国がやらないとね、膨大なお金と人の問題も結構大変だから、やった方がいいなと本当思いますね。あと一番本当に漫画館って、あのほら、ま、で巨大な漫画喫茶って言われたけど、あれは本当にや今やんないともうダメになっちゃうよと思うんだけど、ああいう風なことで簡単にダメになっちゃうとなんか嫌だなって思ったりする。僕漫画全然知らないんだけど、やっぱやった方がいいと思います。そう思います。では、本日は、すみません、ありがとうございました。すみません。